ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は、共演をなさいました二階堂ふみさんと、韓国の俳優、チェ・ジョンヒョプさんについて占っていきたいと思います。チェさんがどう思っているのか、占っていきたいと思います。二階堂ふみさんとチェ・ジョンヒョプさんのお互いの気持ちを占っていきたいと思います。チェさんですね。船、海冒険、新しい船で外国です。韓国の方ですから日本に来られました。女性です。二階堂さん。月。名誉、夢、ロマン、人気のある女優さんですよね。で、女性らしい方です。おかま、危険、不具合、アクシデント、事故。チェさんは警戒されたのかなと思います。山、高いハードル、障害です。あなたは、招待、贈り物です。この月は時計がついています。時間をかけて言葉の障害を乗り越えていったのかなと思います。ドラマ撮影中に。こちらの塔、公共施設です。テレビ局ですね。子供純粋にお気持ちで撮影を頑張られたと思います。ガーデン、コミュニティですよね。贈り物ですので、最後は皆さんと打ち解けて楽しく過ごされたと思います。
二階堂ふみさんともコミュニケーションを取られたと思います。二階堂さんと公共施設、テレビ局です。鍵、問題を解く鍵、セキュリティ解決。手紙、情報を伝える、メール。棺、不満、終わる、病気。言葉の壁ですよね。伝える、壁。言葉を伝える。起死、知らせ、作戦、前進。コミュニケーションを取りながら前進されたと思います。これ、未来を見てます。ゆり、コツコツ努力。平和、愛、満足。一生懸命、コツコツ努力されたと思います。ガーデン。コミュニティ、ドラマの中の。で、お二人は、同じカードがこちらに出てますよね。最後はコミュニケーション取られて、テレビ局の方と仲良くされたのかなと思います。で、星、幸運、希望、チャンス、夢。チャンス。夜の撮影もあったと思いますし、明るく幸せな撮影だったのかなと思います。魚があります。魚がピチピチ跳ねてます。二階堂ふみさんは楽しく過ごされたのかなと思います。最後。お二人の印象はこういう感じです。お二人の恋の行方を占っていきたいと思います。二階堂ふみさんとチェ・ジョンヒョプさんの今後について占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。
二階堂ふみさんとジェ・ジョンヒョプさんの今後について占っていきたいと思います。ジェ・ジョンヒョプさんってすごく韓国で人気者らしいですね。で、二階堂さんも日本で人気の女優さんです。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。過去、コウノトリ、引っ越し、移動、変化、怒り、ビジネスカードです。安定、安心、固定、努力、忍耐。船、海外、ビジネスカードです。新しい船で、韓国から引っ越し、ビジネスのために外国、日本へやってきた。で、本人の立場を見ていきます。大釜、危険、不具合、アクシデント、事故なんですが、これ、実りの収穫として見ます。狐、仕事、プロです。魚、富、豊か。このドラマ、評判が良かったですよね。二階堂さんもチェさんもお仕事に恵まれております。現在です。ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛、クロス、運命、宿命、精神的苦痛、犬、信頼できる仲間、友人、パートナーです。お二人はお互いに悪い印象は持ってないと思います。このドラマは、運命のドラマだと思われておりますし、恋愛のドラマでしたね、愛。パートナーのドラマでした。対応です。山、高いハードル、障害です。言葉の障害。熊、重要な役割を果たす立場。仕事、主演女優さん、主演男優さんです。次、不運、不満。病気、終わる、隠す。長い間のお仕事が終わりました。撮影ですね。で、周囲の環境を見ていきます。基礎基盤土台成長。お二人とも土台があります。人気があります。蛇、女性、罠、嫉妬、ライバルなんですが、女性にすごく人気があるドラマです。星、幸運、希望、チャンス、夢。これ、チャンスです。お二人、このドラマで輝いております。未来を見ていきます。持ち。不安、ストレス。口論、うちは揉めなんですか。これ忙しいと見ます。月。名や夢、ロマン、人気。お二人とも人気者ですよね。鍵。問題を解く鍵、セキュリティ。解決。お仕事の成功で大変忙しい。結果、結論を見ていきます。指輪。契約、結婚。道。人生の岐路、ターニングポイント。この道は1、2、3、4、5、5つあります。これ複数の契約です。このドラマを経てお二人はますます忙しくなったのかなと思います。で、ネズミ、不安、ストレス、損失です。道とネズミで、疲労ですね。忙しくなって、体調崩さなかったらいいんですが、疲労です。
このドラマを経てお二人ともすごく忙しくなると思います。お付き合いしてるかというと、してない感じはします。でも運命のドラマだとお二人は思われております。悪い印象は持ってないと思います。これからもお二人お仕事を頑張ってください。チェイさんはますます日本でも人気出るんじゃないでしょうかね。お仕事の方を頑張ってください。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。